メリークリスマス皆さん元気ですかメリークリスマス !12 月25日ということで今日はお土産が届いております。まずこちらから開けたいと思います。非常に気になるパッケージ。24ピリオットって書いております。えー、これは藤原宏さんのロゴですね。フラグメントデザインのロゴのパッケージが届きました。早速開けてみたいと思います。 言っとくけど、この、封筒そのものが、ちょっとスペシャルな感じで。えー、なんだろう。うこれ、面。紙、紙の中に何か入ってる。ちょっと触った感じが違う。いいねー。メリークリスマス !Enjoy your winter! マムーとフラグメント。ワオコラボアイテムが来ましたね。 えー、フラグメントデザイン。藤原博士さんと、なんと、マムート。開けてみましょう。ま、わーもう見えちゃったよ。これはなんと、バリーボックス S のビーコンです。わーすごいお土産が届きました。わーリークリスマス開けます。わーすごい。これはね、高いんですよ。これは。非常に。そして、 見てください、この、えー、ビーコンについてくる分厚いこのマニュアル。もうね、誰か読むのこれっていうぐらい。まあ、これいろんな言語が入ってるから、こんな分厚いっていうことなんだけど、ちゃんとロゴが入っております。マムーとフラグメント。わあこのマンモスと、えー、フ,ラフラグメントのロゴが一緒になっている。かっちょいい。 これはレアアイテムでしょう。電池がついてる。ありがとうございます。電池がね、何パーって言ってたっけななんかもう、もう70%ぐらいまで減ったらもう変えるべきだと思う。あのー、バッテリーはもうこ、これがもう命ですよ。これ切れたらもうビーコンは使えないので、バッテリーをチェックしましょうね。はい、箱を全部分解しました。ケース、チェストハーネス。 僕の意見ですが、マムートのビーコンはもちろん素晴らしい。そして、このケースもね、作りがいいです。今までいろいろ使ったけど、一番フィットするし、一番いいなと思いました。そして、これね、入れ方もあるんですよ。実は俺が最初間違ってて。 ガイドさんに教えてもらいました。こうだったかなはい。こういう風に入るんです。このスイッチが間違っても、えー、押せないとか触れないようになってて、出してから見えるようになるんですね。できましたー w ヒロシさんありがとう。マームーとフラグメント、最高のお土産いただきました。今年もバックカートリオ 安全に行きたいいと思いますビーコンの練習もしましまょうねあのー、俺はできるぜなんて、えー、もうちょっとね慣れてくると思うんだけど毎年仲間集まって、えー、ビーコン一つ埋めてみんなで探し合ったり、えー、お互いちょっとチャレンジ作ってやるとすごく大事ですしすごくいいと思いますマムートフラグメントビーコンメリークリスマス 完璧です。はい。次のお土産行きたいと思います。どーん。こちらです。えー、これは自分に買いました。下田。イアンという知り合いの人がデザインしてるカメラバッグシリーズ。初めて買いました。アクション X トップローダー。ちょうどね、探してたんですよ。えー、カメラが、この、上から入る。チェストパックというか、まあ、斜め掛けでもできる。えー、そして、チェストパックにもなる。 タイプ。しかも、これがいいデザインでですね、気に入りました。下を開けると、ここが、エクステンションがあるんです。素晴らしい。一石二鳥。小さいレンズの時と、えー、長いズームレンズつけた時の、2サイズが一つでできてしまう。素晴らしい。これで、僕は100と4 0 0ミリのレンズとボディが、 ぴったり入る。それ、考えたね。こちら、正面にも、えーまあ、バッテリーとかレンズ、キャップ入れるようなポケット。下だ !Explore More!Explore More! Expl <ore> more. いろんな付け方できる D リングが付いております。このバッグ買っただけで、俺はもう冒険家になったぜと。えー、なんかポイント読みましょう。 なんで例がキャノンなのか僕はソニー使ってんだぜ。ソニーでもいいと思います。ソニーの、えー、7200または100400のレンズでも OK。この記事はなんと Carbonate Coated Water re Material Repellent カ o ボネイトコーティード。ウォーターリペレントマテリアル。 もともとあの F ストップという会社のバッグのデザインをやってた人が独立して作った下田デザイン。Explore more. はい、これは自分へのお土産。そして最後。皆さんぜひ本屋さん行って手に入れてください。新しい d i g マ i ジン Magazine。今回は参加もしました。えっ、ー、と、写真が出てるっていうわけじゃないんだけど、えー、ムービーを作りました。今回のね、 えー、いい企画があって Behind the Lens という3人のカメラマンストム・ダ・遠トム・原田タ中田ストムが2人も出てますね特集があってで QR コードこのページのとこに QR コードが載っててこれを携帯でかざしたら、えー、リンクで飛んでそのムービーは見れますそれぞれのドキュメントムービーどういうふうに写真撮影をしてるかっていうのとインタビュー Behind the Scenes みたいな感じで 入っってるんででどれもかっこいいですそれぞれのスタイルと、えー、いや結構ねこれいい企画だなと思って写真もかっこいいよ勤め、えー、エンドの写真もすごい、えー、企画も面白くてスタイリッシュハ原田もうこのバックカントリーと本州の山のかっこよさが。 相当出てる。写真とムービーにも出てるし、勤む中田は僕が撮りました。えー、北海道、この近くで、えー、撮ったのと、春、えー、内陸の朝日岳とか、えー、十勝岳の方行って撮りました。えー、いい企画なので、ぜひ、ディギンマガジン、保存版です。そして最後。ディグ。えディグニューマガジンが出ました。これはディギンマガジンの、なんだろう、ジュニア版みたいな感じですかね。実は、サイズも、 ちょっとだけ小さい。これはね、いいですね。若者をフィーチャーするスノーボードマガジン。こういうのはしばらくなかったですね。でも若くて頑張ってるやつもいっぱいいるんで、それをフィーチャーする新しいディグ。クオリティが素晴らしいね。もう、工藤公平、カズ国防の、えー、特集があったり、えー、いろんな自分もやっぱり知らない若いライダー。で、バランスがいいね。こういうなんか、こう、 バックカントリーの感じのかっこいい写真もあれば、やっぱりストリート、ゴリッゴリのこの東京のにこれ雪ないんですけど、雪なかったらスノーボードって言っていいのかなみたいな。すごいな。えー、こういうハードコアなところとか、いろんな、えー、クリエイティブなスノーボーディングしてる若い連中をフィーチャーしてるんで、これはいいなぁと思います。ローカルボイスっていうのもあったり、いろんなエリアのムーブメントを感じられる 雑誌ですぜひディグそしてディギンプレゼントフォーユー自分で買ってねそれではえ日のクリスマススペシャルでしたチェックワンツーチェックワンツーチェック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  Here we go.